北京在住の映画監督カ・ヨウさんは、中国の人権派弁護士の活動と彼らへの迫害を記録したドキュメンタリー映画アンストッパブルを制作しました。人民日報海外版は2012年7月31日、アメリカがインターネットにより中国国内の人権派弁護士や非合法の宗教の信者、反体制的な思想を持つ者、インターネット上の人気者、マイノリティなど中国の基礎社会に浸透し、中国を変えようとしていると批判しました。この記事が出た後、当局の人権派弁護士に対する弾圧が始まり、尾行、拉致、拷問、実刑判決などが行われました。前述の5タイプの人間は、新国語類と呼ばれ、中でも人権派弁護士が批判対象の筆頭とされました。因为我的人权活动，我被学校停课，被吊销律师证，被绑架，被失踪，被关押。在被关押期间，秘密警察他们气急败坏的折磨我，侮辱我，但我绝不后悔，也绝不后退，因为退无可退。北京在住の映画監督カ・ヨウさんは、政府に弾圧されている人権派弁護士の真実の記録を追いかけたドキュメンタリー映画アンストッパブルを制作しました。映画は冒頭、観客一人一人に対して誰にでも人権があることに気づかせます。人からこのように扱ってほしいと願うものが人権であり、自由に暮らし自由に物を言っても平等に扱われることが人権であり、どこにいようと、どんな状況下にあろうと、守られるべきものであることに気づかされます。中国は世界第2位の経済大国となりましたが、その中身は外見とかけ離れたものです。我跟你说，现在呀，国家就是这样，好些个冤假错案吧，他错了他就不改，他不承认错。他常常作假，你就没治。法院都作假，甭说你爱作假。你说法院作假，我以前我不相信，我可在我的亲身体会，我可知道了。公安作假，政府作假，全在我身上体验到了。哎呀，这不是，你要说看我这假啊？是，我们都是在打。最高检察院也给我踹的。2003年、北京大学法学博士の唐彪さん、ユコウさん、許志英さんは、公明法律研究センターを設立しました。每天都收到很多访民的来信、然后他们就有各种各样的冤案。社会における不合理がますます大きくなるに従い、政府は治安維持の掛け声のもと、公権力を乱用し、法治からかけ離れた社会となっています。千亩良田变成垃圾场，打击报复，就这么害的。我就不知道现在政府的工作人员哈和这警察现在为什么都跟那流氓土匪差不多。映画は1999年から中国政府がファルンゴンへの弾圧を始めたことにも触れています。ファルンゴンは中国で最も敏感な政治問題となっているため、ファルンゴン学習者の弁護を引き受ける弁護士は多くありません。ファルンゴン学習者を弁護することには大きな危険が伴うのです。当一个社会有一群公民因为自己的信仰突然被打为另类，然后呢任何权利都没有保障，律师仅仅是依法为他辩护都要受到打压的时候，我认为这个社会是可怕的，任何一个人都有可能被归为另类，包括一些高官归为另类，任何权利都没有，这是非常可怕的，这是任何一个人都没有安全感的。高知生さんはファルンゴンのために初めて弁護を買って出た弁護士です。正義を貫いたために残虐な拷問を受けてきました。映画では高知生さんがどのような拷問を受けたかも記録しています。治安維持という名目により、独裁政権下の中国の司法システムでは拷問が普遍的に行われています。一般の犯罪者からファルンゴン学習者や社会運動家、政府と異なる意見の持ち主や、人権派弁護士に対して行われています。应该说每一个人权案件啊，政治敏感性的案件啊，重大的案件，最后做决定的都不是法官，而是这个法院背后的其他的力量，或者是610啊，或者政法委啊，或者党委啊，或者是某一个官员，或者什么专案组。映画は最後に国内外を震撼させた709事件に触れています。
2015年7月9日から始まった一斉検挙によって、100人を超す人権派弁護士や民間の社会運動家や陳情者やその家族が突然公安によって逮捕、拘留され、中には拷問を受けた人もいました。彼らはただ、社会の底辺にいる民衆のために当局に立ち向かった人たちなのです。新唐人テレビがお伝えしました。